こんばんは。3月4日水曜日、夜の FX フラッシュです。フォレックス TV ジャパンの葛野がお送りします。この時間は今日1日の東京マーケットの動きと、午後6時現在のヨーロッパ・ニューヨークマーケットの市況を予想します。今日の東京タイムは、結果として円がどっぽ安の展開となりました。特に夕方にかけて円はクロスを含めて全面安となり、ドル円は99円台まで一気に上昇するなど、直近のドル高値を更新する局面も観測されています。日経平均株価売り、円売りという海外勢による日本売りも目につきました。民主党小沢代表の進退問題など、日本の政局リスクに加え、日銀の須田審議員が量的緩和などの追加危機対応に言及したことが材料視されていたようです。また中国による追加景気対策への期待感なども間接的な円売り要因となっていたとの指摘も聞かれていました。続きまして、欧米市場の見通しです。テクニカルに見た場合、ドル円相場は依然としてドル高方向へのリスクが高そうです。実際、東京タイムには先週のドル高値98円72銭を超えただけでなく、去年8月の高値110円63銭を起点とした下げ幅の半値戻し、98円86銭も超えてきました。それを受けた次のドルの上値目処は、去年11月の高値である110円半ばでしょうか。その少し手前、100円ちょうどはやはり心理的な抵抗となりそうですが、いよいよ3桁台の回復が現実味を増してきた感も否めないように思います。そうした中、今日の欧米タイムに予定されている主な材料はご覧の通りです。週末のアメリカ雇用統計の内容を見極める上で重要な ADP 全米雇用報告が発表されますので、まずはそれに注目です。ちなみに市場予想ではマイナス63万人程度と、前の月よりさらに悪化する可能性が指摘されています。最近は悪い内容の経済指標がドル売りに直結しないケースも少なくありませんが、ともかく一応注意をしてください。一方、それとは別に時間外取引で強含みの推移をたどったニューヨークダウなど、欧米の株価動向にも引き続き注意を要したいところです。なお、株価は下落した方がアメリカ勢によるリパトリエーションが進み、ドル高円安が進行するとの見方も聞かれていました。以上、夜の FX フラッシュをフォレックス TV ジャパンの葛野がお送りしました。